ヘッセン・カッセル・ホーハクの紋章1789年のヘッセン・カッセル・ヘッセン・カッセル・ホーハク領は新生ローマ帝国の両方国家。1567年のヘッセン・ホーハクフィリップ一世の死に伴うヘッセン・ホーハク領の分割相続によって成立した。フィリップ一世の長男ミルヘルム四世がヘッセン・ホーハク領の北半地域を相続分として確保し、 首都をカッセルに置いたためこの名称で呼ばれる。ビルヘルム4世の3人の弟たちは、それぞれヘッセン・マールブルク、ヘッセン・ラインフェルス、ヘッセン・ダルムシュタットの3つの砲白領を創設している。ヘッセン・カッセル砲白領は1803年に、ヘッセン選定公国に改名した。しかし選定公国は、ナポレオン戦争中に、フランス軍に占領され、その領土は、 フランスの衛星国であるベスト・ファーレン王国に組み込まれた。ヘッセン選定公は1813年にその地位と領土を回復し、ドイツ連邦に加盟した。広王戦争後の1866年に、ヘッセン選定公国はプロイセン王国に併合され、ヘッセンナしサウ県を構成した。ヘッセン家の人々は、わずかな例外を除き、 宗教改革初期以来の敬験なプロテスタント信徒の家系であった。フィリップ一世、モーリッツ、ビルヘルム五世はいずれも、フス派のボヘミアを、イジーの血を引く女性と結婚している。また、ビルヘルム六世以後、歴代のヘッセンイカスセル家の当主の母親は、全員がカルバン派信徒で80年戦争を、開戦期に指導したオラニエコ・ウィレム一世の子孫である。 ヘッセンカッセルホウハクモーリッツは1604年、死死のないまま死んだおじのルートビヒ4世から、ヘッセンマールブルクホウハク領を相続し、ヘッセンカッセルの領域を大きく広げた。しかし、強引な領土相続に、重廷のヘッセンダルムシュタットホウハクルートビヒ5世が、反感を抱き、これが紛争の幕開けとなった。1627年に、モーリッツが退位。 領土の一部を割上して、一旦決着がついた。三十年戦争中、カルバン派両方である、ヘッセンカッセルは、ドイツ諸法の中で最も、スウェーデンに、忠実な同盟者であった。ビルヘルム五世、そして1637年に、ビルヘルム五世の死後に摂政となった未亡人アマアリエ、エリーザベトは、プロテスタントの大義とそれを擁護する。 フランス、スウェーデンを支持し、ヘッセンカッセルをカトリックの皇帝軍に占領されながらも、軍隊を保持して、数多くの要塞で防戦を行った。ヘッセンマールブルク法白領の問題にも介入、ヘッセンダルムシュタット法白ゲオルク2世と、ヘッセン戦争を起こし、1648年に改めて、ヘッセンマールブルク法白領を分割、獲得した。 1730年から1751年の間、砲白フリードリヒ一世がスウェーデンを大いにあったため、ヘッセンイカッセルとスウェーデンは人的同訓連合の関係にあった。フリードリヒ一世は治世中スウェーデンにいたため、ヘッセンイカッセルを実際に統治していたのは弟の摂政ビルヘルム八世であった。ドイツ諸公が他の諸公に、 自国の軍隊を対応することは一般的な慣習だったが17世紀から18世紀のヘッセンカッセル砲白は軍隊を傭兵として貸し出すことで悪名を高くした18世紀を通じヘッセンカッセルの人口の7%以上が軍務についていたヘッセンカッセル砲白の軍隊は他のヨーロッパ諸国の傭兵市場の供給源となっていた 紅白フリードリヒ2世は、義理の老いにあたるハノーファー選定家にイギリス王、ジョージ3世に、アメリカ独立戦争に投入するための、ヘッセンカッセル傭兵軍を貸し出したことで有名である。このため、アメリカ人は、イギリス政府に雇われた、ドイツ人傭兵たちを、ヘッシアンと呼ぶようになった。フリードリヒ2世は、イギリス政府に傭兵を対応して得た報酬で豪勢な、暮らしを送り、 時代のビルヘルム九世はこの巨富の運用をマイアーアームシェル・ロートシルトに任せたことでロスチャイルド家の発展の礎が築かれた。17世紀中、分割相続性の伝統を維持するヘッセンカッセルには両方内にいくつかの分量が成立したが、これらの分量は独立した両方ではなかった。こうした分量は相続人が耐えると、 本家のヘッセン・カッセル・砲白領に改修された。しかし、ヘッセン・選定公国の消滅する1866年まで、存続した、分領も存在した。1803年のドイツ領法の賠審化に伴って、ドイツ諸国家が再編されていく中で、ヘッセン・カッセル・砲白は、ヘッセン・選定公に昇格し、砲白・ビルヘルム9世は選定公、ビルヘルム1世となった。 新しく成立した選定綱領はクアヘッセンとも呼ばれたが、一般的には以前の故障であるヘッセンイカッセルで呼ばれていた。1806年、ビルヘルム一世はプロイセン王国を支援した罰としてナポレオンに両国を没収され、カッセルはナポレオンのマッテージェローム・ボナパルトが統治する新国家ベスト・ファーレン王国の首都になった。 ビルヘルム一世はナポレオンが失脚した1813年に、福井することができた。この時にはすでに神聖ローマ帝国が消滅していたが、ビルヘルム一世は先帝公の称号のままで通し、ヘッセン大公の称号を得た、旧ヘッセンダルムシタットホーハクの会に甘んじた。1815年以後、ヘッセン先帝公国はドイツ連邦に参加した。ヘッセン先帝公。 フリードリヒビルヘルム一世は、広オ戦争で敗れたオーストリア帝国の側につき、ヘッセン選定公国は1866年に、プロイセンに併合された。ヘッセン選定公国は同時に、プロイセンに併合された、ナッサウ公国、フランクフルト自由市と共に、プロイセン領ヘッセンナッサウ県を構成した。1918年、ヘッセンカッセル砲白化の一員で、 ドイツ皇帝ィルヘルム2世の議帝であるヘッセンルンケのフリードリヒカールは、神独的なフィンランド政府の下でフィンランド王に選出されたが、実際に統治することは叶なわなかった。同じ1918年、ドイツの共和制以降に伴って、ヘッセンナッサーを含むプロイセン王国領は、プロイセン自由州となった。1944年から1945年の短い期間、 ナチス・ドイツ政府は、プロイセン州を細かく分割し、旧ヘッセン・カッセル地域を、クーアヘッセン県としていた。1946年より、ヘッセン・カッセルは、ドイツ連邦共和国のヘッセン州の一部になった。1968年にヘッセン・ダルム・シュタット家が、断絶すると、ヘッセン・カッセル・エイエ庁は、ヘッセン池全体の課長となった。なお、現在のヘッセン・エイエ庁は、 ヘッセンカッセル家分家であった、ヘッセンルンヤ党首である。ありがとうございます。